んまり単体で好きかどうか考えたことがなかったことないかな、はい、あのね、以前私があの担当している三宿散歩のコーナーで、はい、取材した高浜町明るい農園の内野さんという方からこの度お電話をいただきまして、はい、大きなキクラゲができたから見においで、うん、見においでってことでちょっとスタッフが行ってきたんですよ、はい、内野さんの農園にこちらです。はい、これが内野さんの農園にあるキクラゲを栽培しているハウスなんですけど、へえ、ハウスの中ちょっと見てください。わわわわ、いっぱいすごいよね、森のように茂ったキクラゲ、大きく育ったキクラゲが菌床にびっしり生えています。ね、すごいよねこれ。内野さんはキノコ類の栽培を始めて4年ほどなんですけれども、こんなに大きく育ったキクラゲは内野さんも見たことがない、初めてっていうことなんです。スタジオにもあります。はい、もう大きい、すごいよね。すごいですよ、私もこれ見たことないよ、こんなサイズ。ねえ、びっくり。収穫してみましょうか。取ってみる。あ、こうやって菌床にキノコね、こうやって生えるもんなんです。すごい、こんな、どんな触り心地？なんかぷよぷよぷよしてる。はい、プリンプリンしてますね。うわ、見事ですね。あのね、内野さんになんでこんなに大きくなったんですかって聞いたらね、はい、もしかしたらこの音楽のおかげかもしれないって言われたんですよ。お、ちょっと今聞こえますよね。癒し系、癒し系の BGM ですね。はい、これね、あの愛媛県在住の音楽ディレクター井川さんという方が作曲した奇跡のシンフォニーっていう曲なんだそうです。なんかちょっとシュールね、本当このね音楽をあの内野さんがね思いついて、ちょっとこのキクラゲにも聴かせてやったらいいかもしれないと思って聴かせたんですって、はい、そしたらこんなに大きいものができた。今まではこれ聞かせてなかったの。そしたらここまで大きいのできなかったんだって。このキクラゲは音楽を聴いて大きくなったんですかね。すごい、すごいよね。ちょっとびっくりしましたけれども、はい、ね、でこうやって生の状態でね、普通乾燥で売ってるじゃないですか、うん、そうですね、生はあんま見たことない。 しかも外国産がほとんどなんですよね、キクラゲって。だから国産のこういったキクラゲ本当に珍しいってことで、ちょっとあのこれ食べてみません？ねえ、もう私の隣で大きなキクラゲが待ち構えていますよ。どう、すごいよ、これ湯がいたんですよ、さっき生の状態をこう湯がいて、ね、でポン酢で食べると美味しいって内野さんが言ってたので、はい、ちょっとじゃあ食べてみましょう。貴重ですよ、本当に。一口でいっちゃおうかな。いいの？大きいよ。さっきちぎったより大きいけど。本当。いただきます。うん、あく。さっぱり。なんかおいしい。うん、うん。どんな感じ？甘いの？何？まあ、食感はすごくね、コリコリいい音してるし。楽しいよね。新鮮な感じ。普通ほらラーメンとかちゃんぽんとかによく入ってさ、うん、刻んであるからね、あんまりキクラゲの味ってね、そう感じたことないけど、すごくするわけじゃないけど、あの今まで食べたどのキクラゲよりもすごく食感がいい肉厚で、はい、やっぱすごいよこれ、おいしい、驚異的なキクラゲですね。内野さんありがとうございました。ありがとうございました。私もちょっともらって帰ろうかな、ね、今日、はい、子供も好きなんですよ、うちキクラゲ。あ、そうですか。キクラゲちょっと取って食べさせてっていうぐらい。うん、そんなに、うん、料理にこう入ってるといいですもんね。いや、絶対美味しいですよ、うん、ね、高浜町明るい農園の内野さんからいただいたという巨大なキクラゲでございました。